7日発売の秘密の濃い味、かわいい、秘密の濃い味だって。味が分けるんで、何の味か想像してコメントをください。あ、出てきた、出てきた、これピンクだよ。あ、ピンクだ。じゃあ食べちゃう。あ、食べてみようよ。いって、嘘、かわいいね、ハートじゃわ、もったいない。いただきます、秘密の濃い味。なんの、どんな味？ラズベリーみたいな。あー、そうなんです。フランボワーズ的な。いや、めっちゃ美味しいよ。あ、酸っぱい。うん、美味しい。うん、甘い、ほんとだ、甘い酸っぱい。うん、なんとこれ声に効く成分入っとんと。助かる。声に効く成分ってなんだろう。これ、おいしい、おいしい、うん、今までにない味。うん、声に聞く秘密の成分のヒントは香りです。香り、なにこれ、めっちゃ気になる。何味じゃろう、なんですか。なんで、何味、すごいおいしい味ってことは分かる。めっちゃおいしいの。秘密の濃い味って書いてある。やっぱ秘密って言われると気になるね。うん、気になる。あ、なんちょっと高級的。ほら、味もじゃけ書かれとらんのんじゃ。隠してあるんだ。わかんないけど美味しい。食べとるけどわからんって。でもさっきあちゃんが言ったローズとか、なんか近い気がする。そっちの感じする。でもバラみたいな。ベリーっていうのもわかる。うん、ベリーも感じるよね。フルーティーな感じもする。ただ美味しい。そう、美味しいの。うん、なんかね、はい、ちょっと食べてから。もうちょっとな。秘密の濃い味、うん、これはちょっとみんなハマっちゃうんじゃない。ねえ、ね、絶対
みんなに食べてほしい。うん、美味しい。ときめきスイッチが入っちゃいそう。うん。ぜひ皆さんも秘密の濃い味食べてみてください。